こんにちは、マセン6494です。今回は逆転オセロニアのフォールタクティス杯ですね、カップ戦の、こんな感じでやりますよ的な動画です。パート1ですね。で今回は、70戦バトル可能で順位を争うという感じですね。コスト170。で、多分、半分勝てばこのキャラクターゲットできると。35勝。っていうイメージでやっていきたいかなと思います。狙ってるのはまあカリスマとぐらいかなっていう感じでやっていきたいかなと思います。で動画としては多分、1日目、2日目、3日目みたいな感じで動画出していくかなと、ラスト結果っていうか、でやっていきたいかなと思います。多分ね、でもそう、あるか。まあいいや、そんな感じでやりたいと思います。3日間だよね。なので、パート1と、1日目、2日目、3日目みたいな感じでやっていきたいかなと思います。はい、ということで、皆さん頑張っていきましょう。では、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では、雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き、頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。